Hey guys, this game was provided to me by my partner PlayAsia. If you'd like to buy the game, you can use one of the links below. And for an additional $3 off, you can use the code R3D. Now, back to the video. Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below and using those links will help support me. Now, back to the video. Go! ちょっと待って、愛の子捨ててかかってこい。はあ、おいっちに真っ白になっちゃう。
宇宙、それはどこまでも広がる暗黒空間、無数に瞬くは星の海。その中にパンデモという星がある。長い歴史と発展した科学を持つ宇宙先進星である。されどパンデモは今滅亡の危機にさらされていた。隣人拒絶社会、絆も子孫もろくに生まれず、パンデモ星は緩やかに死へと向かっていた。そんな事態を救済すべく、パンデモから一隻の船が飛び立ったのだ。パンデモ帝国特殊部隊コマンドールズ所属のその船は、星の現状を変えるデータを得るため、とある星を目指し空を駆けていく。乗員しているのは、驚くなかれ、軍学校では落ちこぼれとされていた二人の軍人だ。ウサマエル隊員、コードネームビータン。活力にあふれる一方、命令違反が多い。カメリエル隊員、コードネームカメポン。冷静だが融通が効かず、柔軟性にも欠ける。彼女たちが真に評価された理由、それは親友と呼ぶに値する殊勝な人間関係を自然と築き上げた稀有な例であったからだ。小さな体に母性を救う使命を背負ったチーム、その名もピクシーチーム。出撃ピクシーチーム。あと少しで到着するんだね、地球に。気合が入っているな、ビーター。さすがのお前もこの任務の重要性は理解しているか。もちろんだよ。だって地球の女の子めちゃくちゃ可愛いんだもん。資料を見せてもらった時からゾッコンですよ、ビーターは。少しでもお前に期待した私がバカだった。え、期待？カメポン、ビータンに期待してたの？もう言ってくれればよかったのに。カメポンがしたいって言うなら、ビータンはいつでもいいよ。何の話をしてるんだお前は。うさー、耳引っ張ってやだよ、カメポン。何をしているのかね、君たちは。あ、アルマルス司令官殿、いつから回線を？あら、聞いてくださいよ司令官。カメポンがビータンに冷たいんです。もっと素直になるよう言ってくださいよ。遊んでいるようなら今からでもパンデモ星に帰るか。そのようなことは。私たちを拾ってくれたご恩には必ず報いてみせます。そうそう、地球の女の子にも早く会いたいしね。ビーは黙ってろ。まあいい、君たちの性格も知った上であえて選抜したのは私だ。任務を成し遂げられるなら多少の息抜きは許そう。申し訳ありません。ビータンにはしっかり言い聞かせておきますので。ブーブー、ビータンだって任務は真面目にやるつもりだよ。でもビータンにも個人的な任務があるのさ。地球の女の子やカメポンの身も心も奪取するっていう大切な任務が。やめろ。あいだだだだだ。だから耳はやめてってば。まったく。確認だが、今回の任務の真意、君たちは理解しているのだな。もちろんです。我が星で悪化を続ける個々独立社会の解消であります。人民の意識改善のため、地球という惑星の住人の生態を丸ごと本国にフィードバックするだっけ。
ピーターも昔から思ってましたよ。みんな周りの人に、特に女の子に興味なさすぎでしょって。お前の場合は興味がありすぎだかな。でもカメポンはそんなピーターにいつも付き合ってくれるよね。ただの腐れ縁だ。ブーブー、いけず。その腐れ縁こそが君たちが軍学校で落ちこぼれと言われた理由であり、同時に今回の任務に抜擢された最大の理由でもある。抜擢の理由ですか？うん。拒絶社会が続く現代、未だに全てを一人でなそうとする者が称賛され、君たちのように他者と関わりを持つ者は異端視される。だが私は他人を必要としなくなることが必ずしも独立するということにつながるわけではないと考える。君たちならそれを意識するまでもなく理解しているだろう。今回の生態調査期待しているぞ。は？実に良い返事だ。さて次は今回君たちに調査してもらう該当生物だが。女の子であります。良い返事だが、よだれを拭くように。いや興奮しますね。ビータンたちの潜入先にも可愛い子がいるといいな。仮にいたとしてもお前にはどうにもならないだろう。なんせ地球人は我々パンデモ星人とはサイズが違う。10倍以上は大きいんだぞ。ということはあの部分も10倍に。いつまでもくだらないことばかり。あそこに見えてきたのは、あれこそが地球だな。任務開始だピクシーチーム。潜入先の国内では独り立ち政策なるものが行われていて、国中で親元を離れた寮生活が推奨されているらしい。赤の他人が一つ屋根の下に集まって共同生活をしている。我々が調査するのにうってつけの環境ですね。そういうことだ。潜入先はそんな寮の中の一つ、女子寮リリーパッド。まずはリリーパッドに潜入し滞在基地を構築せよ。ラジャン。
ありましたか。ん？どうしたミサ、プンプン怒って。お腹空いたの？姉貴じゃないんだから一日中お腹は空かせてませんよ。そ、れ、よ、り、ぼ。また私のパソコンの電源コード乱暴にコンセントから引っこ抜いたでしょ。おかげでパソコンが強制電源オフ。昨日テストしてたピンクゲーの進行データが全部パーですよ。働いて返せ。あのエチーゲームのことか。でもミサ、パソコンつけっぱで爆睡してたじゃん。そんなの電気代もったいないでしょ。あれっちパソコンとかよくわかんないし。そしたらもうコンセント抜くしかないじゃん。ごめん、おバカのテンプレみたいなセリフを。姉貴も現代人なんだからパソコンくらいわかるようになってください。俺には節約の方が大事なんです。まあまあ、なんか食べよう。お腹いっぱいになったらイライラも収まるって。食べ物で機嫌が治るのは姉貴くらいです。あらあら、二人ともどうかしたの？あ、あまね。姉さん聞いてください。姉貴が私のゲームデータを消したんです。パソコンつけっぱなしのミサも悪いだろ。これは姉妹喧嘩ってやつだね。よし、お姉ちゃんに任せなさい。はい。任せろって何するの？ミサちゃんのゲームが消えちゃったんだよね。だったら私がミサちゃんが進めたところまでやってあげる。そしたら二人とも喧嘩しなくて済むよね。それは。あ、マネーにはミサのゲームはハードル高いんじゃないかな。何しろアレなシーンがあるし。大丈夫だよ。これでもゲームは得意なんだから。いや、絶対やったことない類のゲームですから。それに他にも理由が。大丈夫、任せて。私が寮で一番お姉ちゃんなんだから。それじゃあ早速始めよう。ミサちゃん、お部屋にお邪魔するね。ま、待ってください。ん？なーに？そうだ、実はデータが消えたっていうのは嘘だったんです。嘘？嘘？さ、今の話こそ嘘っぽくない？いやいやいや、姉貴がパソコンを大事にするようにとちょっと状況を大げさに言っちゃって。だから姉さんの手を借りる必要はないんです。何せデータ消えてませんから。あらあら、そうだったの。ミサ、本当はデータ消えたんだよね。そうですけど、ここはこう言うしかないでしょ。姉さんにあれを遊ばせるわけにはいきませんし。だね、ピンクすぎるからな。あれはこんなことになっちゃうなら俺っち今度からもう少しパソコンを大切に扱うよ。私もパソコンずっとつけっぱなしにしないよう気をつけます。ん？うわー、あまね、顔近いって。もしかして今の話聞こえてましたか？うん。でも二人とも内緒話なんかしてとっても仲良しだなって。仲直りしてよかった。やっぱり家族は仲良くなくっちゃね。そうだね、ありがとう、あまね。なんだか気恥ずかしいです。ミサちゃん、どこ行くの？ゲームのお供にお菓子買ってきます。二人は何か欲しいものありますか？あ、私は。こらこら、あまねはダイエット中だからお菓子はダメだよね。もう、キラちゃんの意地悪。そんじゃ、俺っちは部屋に戻るね。本当ありがとう、アマネ。私は買い物行ってきます。
ありがとうございました、姉さん。うん、行ってらっしゃい。それじゃあ私は部屋のお掃除でもしよっかな。どうやら争いは収まったようだな。B、どうかしたのか？ふわふわ系お姉さん佐藤あまよ、茶よバカボーイッシュトリーキラ、オタク系妹トリーミサ、よりどりみどりですな。うひひ、バカなこと言ってないで早く場所を決めるぞ。あ、そうだった、 B タンとカメポンのアイノスを作るんだったね。さて、一人で滞在基地を作るか。あ、冗談だよ、 B タンも作るから待ってよカメポン。できた！と言っても宇宙船を偽装したくらいだがな。冷蔵庫の真上、場所は悪いがここで念のためステルスも施しておけば大丈夫だろう。十分住めるもんね、ピータンたちのアイノスとしてはちょっと物足りないけど。まだ言ってるのかお前は。どうやら無事に基地を構築できたようだな。あ、司令官。はい、潜入構築ともに問題ありません。結構だ、それでは早速君たちに演習任務を与える。演習ですか？ああ、資料でデータは頭に入っているとはいえ、実体験がなければ心もとないだろう。特に君たちに支給されたハッピー弾は実際に使ってみなければ理解が難しいものだ。一度演習で試射した方がいいだろう。ハッピー弾、地球人に幸せを与える弾だと伺っていますか？幸せを与えるってなんか曖昧な表現だよね。それを知るための演習だ。君たちがいるのは佐藤あまよの部屋だったな。ええ、キッチンにおります。それではピクシーチーム、演習任務として寮生にハッピー弾を当てるのだ。寮生なら対象者は誰であろうと構わんぞ。ラジャ女の子の部屋に潜入してやりたい放題、これは盛り上がりますな。言わずとも分かっていると思うが、くれぐれも寮生には姿を見られないように。ちょ、壁に耳あり障子に目あり指令。私はアルマルスだ。現地のことわざか。雑学は結構だ。それよりもカメポン、補足を頼む。はっ、宇宙平和法の存在ですね。技術が一定レベルにまで達していない星の住民には宇宙人の存在を決して知らしめてはならないという。私たちが見つかって大事になれば銀河デカが動き出すかもしれない。万全の注意を払う必要がありますね。任せて、見つかっちゃダメって緊張感があった方がいろいろやるときに燃えるしね。カメポン、あとは頼んだぞ。はっ、お任せください。よし、やっちゃうぞ。
何？はあ、今何か聞こえた？よし！チャージアップ。
確かめさせていただきました。うん、今後もそのハッピー弾を使い、寮の住民たちの生態調査に励んでくれ。了解であります。夢が広がるね、カメポン。これからはアマユ殿、キラ殿、ミサ殿、美少女たちのプライベートを覗き放題だよ。部屋での無防備な姿も、お出かけのおしゃれな姿も全部見放題。これが仕事だなんて、ビータンたちが一番ハッピーだよ。私とお前を一括りにするな。ああ、申し訳ありません、司令官。後でよく言っておきます。くれぐれも頼むぞ、カメポン。それとビータン、そうだ、今お出かけのおしゃれな姿と言っていたが、君たちには寮の外に決して出ないことを勧める。え、なんでですか？そんなのおかしいですよ。司令官、ビーターの言うことも一理あります。より詳しい生態データを得るためには、外出先にも同行した方が。寮の外でアマヤ殿が何しているか見たいじゃないですか。調査じゃなくて単なるお前の願望か。その寮の中では君たちの宇宙船から発せられる生命適応装置が働いているから平気だが、本来その星はパンデモ星人が住める環境ではない。外に出続ければ数分後には絶命するだろう。それでもいいというなら止めはしないが。ビータン、ずっと寮でお留守番しています。聞き分けが良くて助かるな。命あってのガールズウォッチングなので。寮のみんなが出かけた時はおとなしくカメポンとイチャイチャしてます。そうだな、そうしよう。え、カメポン、まさかついにビータンの思いが。ああ、たっぷりイチャイチャしよう。任務に関係ない無駄口を叩いたらどうなるか、お前の関節という関節に思い知らせてやる。あ、そういうのはいらないです。遠慮するな。さ、そうと決まれば滞在基地に戻るとするか。うさー、勘弁して。まあ、仲が良いのはいいことだ。これから半年の間、毎日生態調査のレポートを提出するという課題をこなしてもらう。他に私から任務を言い渡すこともあろうが、それ以外は好きにするといい。はい、ビータンの人格矯正も含めしっかりこなさせていただきます。ビータンのハッピー地球ライフが。期待しているぞ、二人とも。それではな。さて、早速だがビータン、地球の文化について勉強するぞ。まだアマヨ殿の下着も漁ってないのに。するぞ。はい、頑張ります。待機中。寮内異臭騒動、原因を大捜査。うっぷ、気持ち悪い。おや、満腹な感じで。いや、違って。拾い食いでもしたんですか？もう、キラちゃん、お腹壊すからダメだよ。いくら俺っちでも道に落ちてるものは食べないよ。そうじゃなくて、匂い。ああ、匂い？この甘ったるい匂いですか。
ここ数日寮の至るところで匂ってますよね。それがなんで平気なのさ。昼作ったこのカレーの匂いと混ざり合って結構すごいことに。ぶ、私は姉貴ほど匂いや味に敏感じゃないので。くぬ、ずるいぞミサ。うぶ、原因は何なんでしょうね。匂いのわかんない、料理の匂いって感じはしないんだけど。うぶ、キラちゃん大丈夫？ああ心配しないで、アマネ。てか調子悪いの俺だけなの？俺っち部屋に戻るよ。ちょっと休めばマシになると思うから。行っちゃった。まあ本人もああ言ってますし、姉さんがそんなに心配しなくても大丈夫だと思いますよ。うん、だといいな。謎の異臭騒ぎか。これは生態調査の対象に含まれるだろうか。B はどう思う？あ、B？ くっ何をしている？一生懸命嗅いだらカメポンの匂いがわかるかなと思って。でもやっぱり何も感じ取れないな。当たり前だ。私たちパンデモ星人に嗅覚はない。他の宇宙人や地球人のようにはいかないぞ。地球人ずるい。嗅覚って空気中に漂う成分の味を感じるようなものなんでしょ。ピータンもカメポンから漂う成分を味わってみたいな。かぐな、気持ち悪い。しかしお前の言うことにも一理あるな。嗅覚があれば寮の中にどんな異臭が漂ってるか簡単に調査できただろうに。司令官、お疲れ様です。最近よく通信飛ばしてきますね。暇なんですか？ B、 司令官に対して失礼だぞ。気にしなくていい。それよりカメポン、異臭について報告を頼む。はい。先ほど場所はロビー、あ、いえ正確にはダイニングキッチンといったところでしょうか。そこで話を立ち聞きしたのですが。なるほど、状況は理解した。体調不良を起こしているのはトリーキラーだけですし、それほど深刻な異臭ではないと思うのですが。いや、万が一住民の生命を脅かすものだった場合、今後の生態調査に支障をきたす可能性もある。任務だ、ピクシーチーム。異臭の原因を探り、それが危険である場合は速やかに排除せよ。ラジャ。でもめちゃくちゃ残念なことに、ピータンたちには嗅覚がありませんよ。どうやって調査するんです？宇宙船に匂いの成分を分析する機材があるはずだ。それを使うといい。機材頼りですか。それじゃあカメポンの匂いは味わえませんよね。何の話だ。いつもの盲言です。行くぞ B。 了解。気持ちを切り替えて女子部屋あたりに集中しよう。任務だバカ。Coin.
Be quiet. Poltergeist? Be quiet. Poltergeist? Calling. Search. Search. Yep. Calling.
異臭騒動、原因を大捜査。うっぷ、お、や、ひ、む、い、そ、お、に、この、む、わ、くな、げ、おか、きらち、あ、おれ、い、ちょ、ま、謎の、B は、かく、一緒、当たり、地球、ピータ、か、きゅうか、ち、おつか、B、それより、はい、いや、任務ラジオも宇宙なんいつに Now loading ミサ殿は寮の至る所で匂いがするって言ってたよね。ああ、とはいえ匂いの強い場所、弱い場所くらいはあるだろう。その情報を鳥居姉妹から引き出せないだろうか。発生源さえ分かれば私たちでもどうにかできると思う。匂いの強さなら機材で分析できるんじゃなかったっけ。それがこの機材、匂いの成分を分析することしかできないんだ。空気中の成分から匂いの元までたどるのは難しいな。結局ビータンたちが
が発生源を見つけなきゃいけないの？まったく司令官も気が利かないですな。お前それ絶対に司令官の前で言うなよ。まあとにかくキラ殿がいるかミサ殿がいるかわかんないけど、ハッピー弾当てて情報収集すればいいんだよね。楽しみですな。公私混同もほどほどにしろ。それとも口で言うより体に教えた方がいいか。え、体に？それってどんな気持ちいい方法で？いだだだだだだ、腕が曲がっちゃいけない方向に曲がっちゃう。分かってくれたかい、ビータン。よっしゃーよっしゃー、ギブアップです。ちゃんと任務に集中しますから。待機中。もしかして、これなんだったんだろう。これReload.
Reload. Coin. Yep. Yep. Charge up. Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below, and using those links will help support me.